読考は、江戸時代後期の女流文学者、只野実一らによる、形成論。文化14年成立。実一と当時の読本の大家、曲亭馬琴との間に交流が生まれる契機となった、著作である。赤蝦夷風雪考の著者として知られる、仙台藩江戸詰めの藩医、工藤平助の長女であった綾子は、実家工藤家のため仙台の只野家へ貸したが、父と二人の弟を亡くした後失意の日々を送っていた。しかし、二つの和歌を導きとして、さらば心に米しこと友を書き記さばやと思い立ち、文化12年より、読考を書き始める。文化14年12月1日に3巻の書に完成させた。読考末尾には、文化14年12月1日55歳にて、記す綾子こと実一の署名がある。翌文政元年12月には、読考に自ら序を書いている。序は、これ書きすべて、倦怠の心なく、過言がちなり、そのゆえは、身を下り、過ぎたることを、意図不は、世にある人の上なりけりから書き始めており、この書が、謙虚で、へりくだった文体では書かれておらず、言い過ぎているところが多いことを率直に認め、その理由として、出過ぎることなく、健常の姿勢を示すのは、この世に生きる人の都合によるものだと説明する。続けて、自分が35歳を、生涯の終わりと決めて、みちのく仙台の地に下ったのは、これが、死での道との覚悟あってのことなのだから、自分の心情のわからない他人から、どのようなそしりを受けようと痛くもかゆくもない。また、この書を憎み誹謗する人は恐るるに足りない。我が国の人々が、自己の利益のみに生き、異国の脅威に思いを寄せることもなく、国の浪費についても無関心で、自身のためにのみ金に狂って争っている様が、自分には嘆かわしいのであって、そのために、自分が人に憎まれるのは元より承知のことであり、これをわきまえて心して読んでほしいと綴り、本書を執筆する意図を宣言している。滝沢馬琴、屋敷屋と井戸東京都千代田区九段坂下文政2年2月下旬、実一は、自著、読考と、手紙、束、修を、江戸在住の妹萩に託し、当時最大の人気作家である、曲亭馬琴に届けさせた。内容は添削と出版の依頼であった。下作者である馬琴を頼ったのは、と、はず語りによれば、この文を書かる人に見せよと。不動尊のお示しがあったからだとされる。しかし、53歳の馬琴は、宛先が、馬琴様とのみあること、差出人も、みちのくの実一と記すだけで身元なども書かれていない、手紙に怒った。紹介状もなく、初めて手紙を出した相手に、いきなり批評を依頼したことに対し、馬琴は腹を立てて使用人のふりをして預かったという。ところが、馬琴は、読考を一読してみて、婦女子に敗と逃げなき経済の右辺を論ぜしは、紫女、清氏にも立ちまさりて、男魂あると、当時の女性の文としては希少なことに、終身や成果、遅刻を論じた、形成催眠の書であることに感嘆し、従来そうしてきたように直ちに添削依頼を拒絶するのではなく、差し当たって、下作者としての筆名を、新書の宛名としたこと、身元なども説明しないままに添削等を頼むことは、比例に当たらないかという詰問の返事を書いて、再訪した萩に託した。実一は、馬琴の返事を受けるや、素直に比例を謝罪し、自らの身分や、読考執筆の動機などを綴った手紙や、七種の、例えなどの作品を送った。これらは、昔話や、と、はず語りとして馬琴編著、読考世論に収載されている。実一の示した誠意と強靭な態度に、馬琴も満足し、また、自らも、武士出身である馬琴は、実一の工藤家を思う心情にも共感して、以後、萩にを仲介者として、実一との文通を続けた。馬琴からの手紙が、実一の元に届いたのは、約1ヶ月後の3月末頃であった。その手紙は、家を継ぐべき弟を二人とも亡くし、血縁者としては、萩にしか残されていない実一の境遇に、いかなるまがつ神の業にや、意図痛ましくこそ思い立てまつれと心から同情し、実一と萩にの姉妹が、父、平助やその生家長井家の名を表すために心を合わせていることを、誰かは感じ立てまつらざるべきと感嘆し、さらに、をうなにして、王の子魂ましますなるべしつまり、老女でありながら、男子の魂を持っていると実一らを称賛している。ただし、読考には、体制批判や抗議、朝廷に対する批判など、当時の禁忌に触れる箇所もあり、また、当時の出版事情から言っても全てを出版できるか、どうかは、難しいと述べ、しかし、写本によって後世に伝える方法もあると述べ、さらに、そのためにも、読考の一部を、自らの随筆、言動を方言に載せて、実一の名を世に広める一助にしたい旨が、記されていた。末尾には、馬琴作の短歌2首まで添えられており、好意的と言って良い内容であった。実一は、自分の名を広めた方が良いというのならばと、仙台での聞き書きをまとめた、奥州話と前年の8月に表した、宮城郡七ヶ浜を旅した時の寄稿文、磯津田日を馬琴のもとに届けさせている。こうして馬琴と実一の交流は続いたが、実一がそれとなく、光悦を催促する手紙を送ると、馬琴は一転して、態度を硬化させ、読考のほとんどすべてに、猛烈な反駁を加えた、読考論を書き、手元に置いていた、読考と共に実一に送りつけて絶交した。多忙なはずの馬琴は20日ほども費やして、読考を超える量の読考論を書き上げたのであった。文政2年11月24日のことであった。これに対し、実一は、霊物と共に丁重な礼状をしたためて送り、翌文政3年2月、馬琴より礼状を送られて、返礼の書簡を送った後、互いに手紙のやり取りは途絶えた。こうして、二人の交流は、約1年で終わった。ただの実一著、読考は、彼女が長年疑問に感じてきたこと、彼女の長年の願いをそれぞれ3つずつ挙げることから書き始めている。3つの疑問とは、月の大きさのたがふこと、月の大きさが見る人によって盆ほどに大きく見えたり、チョコのように小さく見えたりするのはどうしてか、技を、義の女の振る舞い、現実には、女は、男よりつつましく振る舞うのが良いとされるのに、俳優が親まで表現する女性像は、それとは大きく異なるのはなぜか、妾の家を騒がすこと、妾のために家内に騒動が起こるのはどうしてかであった。このような素朴な疑問を他者に尋ねても、それぞれ目のせいである、芝居だから、よくあること、という風に簡単に片付けられるのが常であったが、そのもといかなるゆえぞという風に物事の根本原理を考えながら自分一人で粘り強く考えていくうちに、それには深いわけがあるということに思い至り、ようやく納得することができたとしている。その深いわけは、後の立論の根拠となっている。三つの願いとは、女の本とならばや、9歳の時から女性の手本になりたいと強く願っていた。悟りとうんことのゆかしき、官将だった母方の祖母、桑原八代子が悟りを開いたと聞いて心惹かれる、思いがしたこと、人の益とならばや、幼い頃より、人々の益になりたいという願いを持っていたが、どうしたらよいのかずっとわからずにいたというものであった。実一の宇宙観として、独特なものに、上述の、天地の表紙がある。これは、望みを託した弟源四郎が儒教を奉じてひとしと、義にのっとった生き方をしたにもかかわらず、なぜに、それが報われなかったのかを、自分なりに納得できるまで試作することをやめなかった、ために生まれてきた概念である。心の抜け上がりの経験によって、世界の中に存在すると悟った、天地の間に何かしら脈打つ、ある種のリズム、これを、実一は、天地の表紙と名付ける。天地の表紙があり、一昼夜の数がある。実一は、この二つこそが絶対不動のものであるとし、正の法に背いていると思われる人がときめくことも、あれば、真面目に守っていても一向に世に用いられないことも、あるのは、その人が、天地の表紙にうまく適合したか否かということである。と考える。仏の教も、聖の道も、共に、人の作りたる一の法にして、おのずからなるものならず。動かぬものは、巡る日月と、昼夜の数と、浮きたる表紙なり。実一は、儒教も仏教も、この宇宙を解釈する一つの哲学に過ぎず、自明なものでも、絶対的なものでもないと考える。そして、人力の及ばない、不変不動の絶対なものは、時の流れと、浮きたる表紙があるだけだとするのである。そして、儒教の教えによって心を縛られた人間は、むしろその分、天地の表紙に遅れ、かえって、よろしからぬ振る舞いの混じると見ゆる人は、表紙を外さぬから、教えに縛られない人や愚人に負けてしまうのだとする。そして、天地の表紙は、国により、また時代により異なる、生きたる表紙であり、当国の方は、日本の表紙に合わないゆえに、そのような齟齬が生まれるのだと主張する。天地の表紙と並んで、実一独特の自然観として、勝負の論理がある。およそ天地の間に生まれるものの心の行く形は、勝ち負けを争うなりとぞ思わるる。取り獣虫に至るまでも勝ち負けを争わぬものなし。これは、自然界を闘争の場とみなすものであり、当時支配的であった朱子学の自然観のような、自然界を性的で調和的なものとする考え方とは、大いに異なる。こうした自然観に基づいて彼女は、当時の教育方法を例に掲げながら、人間の本性は、勝負を争い合うものであるとし、仮初めの戯れも勝負を競う方が楽しく、競わなければ、勇みなしであるとして、遊戯における実感によって、持論を補強している。勝負を争う本質が最も顕著に現れる博打は、講義によって厳しく禁止されているが、実一は、法によって、そのような本性を抑圧することは、必ずしも有効ではなく、むしろ、法が、強圧的でありすぎるならば、勝負を争う人間の本性それ、自体によって覆されることさえあるとしている。ここにおいて、法は、網の袋に、人間の本性は、黒金に例示され、いつかは錆に損ねられて、網の破れんことのあるもやせんとしている。このような観点から、実一は、領主の、人士とは単に人民に慈悲を施すことではなく、世の人のために良き技を残すこと、つまり、実際に人を救済し得る有効な施策を立案し、実行することであるとして、特自主義に疑問を呈する。また、義というものの心の状態を内省するならば、胸に集めて、強く張る、俗に言う癇癪なりと結論され、良いことに張るのを、義と言い、悪いことに張るのを、棒と言って、字の上では、善悪の区別はあっても、人体の中にあっては同じ心のありようだと主張する。このような、仁義の理解も、当時にあっては独自なものであった。天地の表紙と、勝負の論理を総合すると、為政者が社会と人間を正しく導くためには、勝ち負けを争う人間の本性を見据えた上で、天地の表紙に合致した有効な方法を追求していかなくてはならないということになる。実一は貨幣経済が急速に浸透した当時の社会を金銀を争う心の乱世と表現した。実一によれば商人は日々物価を釣り上げて商品の品質を下げることを考え、農民は年々年貢の削減を期としており、武士はこの心の乱世では百姓からも、町人からも攻撃を受けている。とりわけ町人の力は強大であり、犯罪性は大商人からの借金によって、賄うより他ない状況に陥っている。しかし武士たちは置かれた状況を、およそ自覚することなく、さほど強い危機感を抱いていない。実一は、それを、武家、とりわけ領主に近い立場から憤りを持って眺めていたのである。実一は、現状は、武士、農民、町人が、それぞれの身分に基づいて、金銀をめぐって争う、大乱心の世であるとみなしており、その金銀は、敬い尊む人のもとに集まるとしている。金銀を、敬い尊むのは、金を、主とし、身を奴となして、世を渡る、超人新聞に他ならない。確かに、海鮮に改良を加えた河村瑞賢の事績で知られるように、サメカズラは町人たちが利を得るために盛んに創意工夫を加えることのあることを認めないわけではない。しかし、随見にしたところで人を陥れてことを有利に運んだこともあるとのことであるから、世の風潮、中んづく町人の一般的な行動様式は、人を倒して我と慢というものであろう。しかし、世界は、人よかれ、我もよかれと、一度思えるような社会へと転換しなければならないと、彼女は主張する。このような利己主義に基づいた、経済市場主義は、商品の品質低下も招いており、正直を旨とする、日本古来の教えが廃れてしまっていると、サネカズラは嘆く。例えば、紙の品質は目に見えて低落しており、使用に耐えなくなっているし、江戸幕府より、ロシア使節、アダム・ラクスマンに送られた箱入りタバコは、箱の上にだけ、上等の刃が詰められ、その下に詰められていたのは、品質の悪い刃だったという。使節は笑って、これを捨てたとの評判だが、人を倒して我と慢の風潮は、ここに至って、対外的な侮りを受けるほどとなっており、サネカズラは、これを、日本の恥辱であると憂慮しているのである。そして、町人のみならず、このような事態を放置する為政者も悪いと批判している。サネカズラは、皇室が、このエケを使って、金融を営み、利子を厳しく取り立てて、返済を迫り、人々を苦しめているという風評を聞き、本来あるべき姿からかけ離れており、汚らわしきことならずやと憤っている。また、先祖の事績によって立つのみで、貨幣が、どのように流れ動いているのかを捉えようともせず、軟弱な生活を送って、官位昇進だけを願う将軍にも批判を加えている。人よかれ、我もよかれと、一度思えるような社会を目指したサネカズラは、アダムの父、キリル・ラクスマンが政府の高官であると同時に、建具やビードロの商売をしていると聞き、そうした政治家と商人を兼ねるようなあり方を提唱している。武士が町人の虜となっている状況を憂慮する彼女は、金銀を争う世において、町人との闘争に勝つには、武士自ら積極的に商業に携わることが必要なのであり、武士が君子にして商うならば、一心のハエのみを願う町人と異なり、不当な利益を貪ることもなく、また、貿易によって国富を増大させることさえ可能であり、人よかれ、我もよかれの世に近づけるのではないかとして、解決策を模索しているのである。サネカズラは、ロシアの制度について、ロシア国の定めには、羨ましくぞ思われる。国王は一向胸のそのごとくなり、人の殻を収まるてらめくもの破格ぜあれど、一州ゆえ、争うことなし。国王には、物立てまつらばやと、国人願いふとぞ。諸歴々の役人も友人を連れず、国王のみ5人ほど友人てんたり、心に任せて、市中を、誇う。と述べている。つまり、国王は、浄土真宗の教主のような存在であり、このようなあり方は、一つの宗教によって人心が統一されて、闘争し合う人間の本性を抑制させる有効な手立てとなっており、国王や高官がも多数の共回りを引き連れることなく、姿勢を観察できるので、世情にも通じ、そのため適切な施策が講じられうることを、羨ましいと考えている。また、彼女は、世に優れたる人のお心は、物の、つえをいとうにあるとし、幕府の昌平坂学問書や、諸藩の藩校に設けられた、聖堂について、この御堂の技は、黄金だからを癒しむる法であるゆえに、つえを施行しており、ここに莫大な金銀を投じて整備するのは、浪費を諌める孔子の意図にも反すると主張する。むしろ、聖堂、御堂は、政治討論の場とすべきであり、参加者は、武士身分に限定せずに、国の、杖を憂い思う、物知り人にも開放し、憂国の情を抱く、知識人なら誰でも、指針を去り尽くして語り合い、天地の間の表紙に合致する、日本国の益について討論すること、また、その門前には箱を置いて、汽船を、選まず意見を述べることのできるようにすべきものとし、幅広い階層からの政治参加を進めるべきことを主張している。サネカズラは、ロシアの重症主義的、君民一致的な制度やあり方に、日本の危機的な現状を打開する活路を見出し、ロシアでは、それが実現に移されているようであることを、羨ましく思ってはいるが、その一方で国家としてのロシアが、他国や他国民に、どのように対しているかについては、その動向をしっかり見極めようとしていた。仙台領の漁民蔦浦の若宮丸の漂流民、送還問題でのロシアの対応などは、仙台藩でも、上層家臣しか知り得ない秘事であったが、こうした問題に適切に対処する必要があることを、実一は認識していたものと思われる。実一自身は2度の結婚を経験したが、いずれも家のためであり、親の願いによるものであった。しかし、そのような観念的な結婚観は、初婚の失敗や、弟、源四郎の死とその後の工藤家の転変など、実一自身に降りかかった現実によって覆された。夫の死後は、何のために生まれいずらんとまで思い詰めるようになったのは、上述の通りである。文化13年、実一が原巻末に収められた、妖の筆の後では、身分の異なる男女が純粋な愛情に基づいて、結婚しようと行動することに強く共感し、それを引き裂こうとする親や周囲に対し、怒りの声を上げている。実一のこのような実感は、ロシアの婚姻制度に対する見聞によっても支えられている。つまどいすべき年となれば、目合わせんと思う男女を寺に伴い行きて、まず男を、法上のもとに呼びて、あれなる女をその方一生連れ添う妻ぞと定めんや、もし思うところあるやと問うときに、男の答えを聞きていなやを定めて、また、女をも呼びて、前のごとく問い諦めて、同じ心なれば、夫婦となす。さて外心あらば、男女ともに重罪なりとぞ。またおのずから、一人に、心定まらぬは高度も、ありとぞ。それは妻を定めずして、良き人の女もしばしたわむれのごとく、多く人を見せしめ、その中に、心の愛し人をいもせと、定むとなん。実一は、このように述べて、ロシアでは互いに、相手の意思を直接確認し合うことによって結婚が、成立し、それゆえ不倫は、男女ともに重罪であり、一人の相手に、心の定まらない若者に対しては、心の通じ合う結婚相手を選択する機会や場が、社会慣習として作られていることを、羨ましとしている。実一は、ヨーロッパを、五国ともしく文字を横なす国と呼んでいる。西洋人が、懐中時計を携帯しながら行動することをもって、良とし、日本人はそれに比べて、時間に、ルーズであると述べている。また、西洋人は、肉食をするため、短命ではあるが30歳代、40歳代を盛りに末を考慮するため、知術に優れ、また、国広く人まれであることは、物考えるのに基地であるのに対し、日本人は穀物を多く食するため、長命ではあるが、国狭く人多ければ、行く末を考えることが少なく、人に授けるものも乏しく、知術の面では、西洋人に比べ劣っているとも述べている。国生み神話を描いた、絵画上述のように、実一は9歳の時、女の本とならばやと決意したが、それは同時に、女は人に従うものという当時の通念や、支配的言説に従って生きることでもあった。その姿勢は、夫、只野幸義に宛てた手紙に、これよりは幾久しくご奉公を申し上げこうと記したり、今夏の生活についても、と、恥ず語りの中で、国風違えず、ことに、家の方固く守りて破らずと述べたりしているところから、基本的には、変化がなかったものと考えられる。しかし、その姿勢を貫き通すことについては、精神的な痛みを伴った。奥女中奉公では、一人勤めの心得で仕事に当たること、また、仙台で、夫の留守を守る結婚当初の暮らしの中では、高連にを手本とすることなど、女の本となるための道を模索し続けた。そして、なぜ女は人に従わなければならないのかについて、思索を巡らせた。この疑問に対する答えとして、サネカズラがヒントにしたのは、古事記における国生み神話であった。そこでは、尾神イザナギが、我神はなりなりてなりあまりしところひとところあり、女神イザナミが、我神はなりなりてなりあわざるところひとところありと互いに、自分の身体的特徴を述べ合うくだりがある。これによって、サネカズラは、この世に、人の言い始めしとき、身内を尋ねてなりあまりしとかくゆるは、男、なりたらぬとさとしゆるは、女なりという観念を獲得し、こうした身体的才は、心のあり方を左右するものだと捉える。具体的には、前僧が修行のため羅刹することを女性ならば、潔いと感じるであろうが、男性はたまらないであろうし、女性器に、蛇が侵入するのを、男性は、何とも思わないだろうが女性は、身の毛のよだつ思いがする。俳優の小山が、仕草形や言葉遣いが、女性のようであっても、現実の女性が決して喜ばないような行動を、取るのは、身体的才に由来する心のありようが、実際の女性とは異なるからだと考える。そしてまた、才智の劣り勝ることはあるとも、なべて常の心に、甘れりと思う男に、足らずと、おぼゆる女の、以下で勝つべきと記し、常に心に余裕を持つ男性に対し、常に、心理的に、不全感を抱えた女性は、結局叶うものではないとして、女は人に従うものという考え方の根拠を、以上述べたような身体性に求めるのである。しかしながら、サネカズラは、孔子章の女子小人は我知らずとのたまいりしとかや、我も女子なり。いざその性の知らせたまわぬほどを、さても収め。として、女性としての自分の立場を誤調強く訴える。そして、女子と小人は扱いがたいと記す孔子をして、心行き届かぬと述べ、自らの教化不足を棚に上げて、女子小人を取るに足らないと見下すところが一番人に、受け入れやすいと手厳しく批判する。そして、儒教道徳は、表向きの飾り道具であり、門外に置くべきものなのであって、道具が不器用なため怪我をすることがあるから、家事には用いるべきではないとする。さらに、このくだりは無学無法なる女心より、性の法を衰草心なり。世に生き生きとしたる婦人ばらは、当期昔のよそ国の性のことは、難しと聞きつけず、成人の味方するほどの男面は、いけすかぬと、若き女どもは憎むべし。よし女には好かれずとも、いづくまでも、性のお志は、さにあらずと押しかかるとも柄もあるべし。その勝ち列は、人々の好き好きにこそあらめ。性に愚の勝つことあるまじけれど、正常の人は、大方力弱く見合わし。家具の人は、なべて力強ければ、一と勝負してみたき心生きやらんか。として、無学無法の女心から、性の法への闘争の意思を表明している。また、身内を尋ねてあまれり足らずと思うをもて勘がうれば、人の心というものは、影性根としては得渡るものなりけりと述べ、人間心理の根にあるものは陰部であるとする。さらに彼女は、性行為を男女相合う技と表現し、心の本をすり合わせて、勝ち負けを争うものだとし、相合う技を含む恋路においては、男性も弱き女に投げられることありとして、男女の勝敗は、必ずしも一方的ではないとしている。このようにサネカズラは、一旦は、女性の従属性を認めながらも、相争う人間の本性という点では、男女ともに同等であり、また、恋路においては、囚われのない女性の方が勝つこともあるとして、家父長制的な儒教の教えや規範にことを呈し、また、儒教道徳における善の無力性を指摘することで、そのような規範にとらわれずに自由に自分の意志を実行に移せる、家具の人あるいは、無学無法なる女が勝利する、可能性を論じているのである。サネカズラが、妹萩にを介して、添削を依頼した、読考に対し、極帝罰金は、読考論を表して、独学に基づく臆断が多いとして徹底的に批判した。読考論には、論語など4書が多数引用されているが、夫人を対象にしたものであるとして引用する巻籍は4所に限定しており、その旨を読考論の中で断っている。まず、実一の唱える天地の表紙に対して馬琴は、自ら考えたりと思うは、幼し。およそ書を読むほどのものは、誰もよく知れることなりとして、完全に否認する。馬琴は、天地の表紙を、雅楽や神楽の基準として理解し、天地の表紙に、国や時代による遅足があるわけではなく、人気のありようで変化があるように感じられるだけであると、する。儒学者が、から国の表紙を移すため、日本の表紙に合わないという、読考の見解を否定し、学者政権が、天地の表紙に合わないのは、当時の世俗のせいであるとの論を展開する。馬琴はまた、実一の、心の抜け上がりの体験を、悟りとは認めない。悟りは学びて、後に得つべし。まだ学ばず聞かずして悟るのは聖人のみとして、彼女が学ばずして得られたというのであれば、それは悟りなどではなく、慢心の病の技であるとして、実一の展開した論はすべて、非我ことであるとする。さらに、読考における勝敗の論理については、人間が勝負を争うのは、天性にあらず、皆欲より起こるなりとして、人間の本性を善とし、欲望を抑えて善が現れるよう努めることによって、人間の道徳的な生き方が生まれるとし、勝敗の論理を、乱を招くものであるとして、性善説の立場から危険視する。実一にとって、人志とは、世の人のために良き技を残すということであったが、それを、馬琴は、人志に似て、人志に、あらざる、夫人の人志であるとし、彼女の道徳論はすべて善悪正邪の区別を混乱させるものであると断罪する。経済論に対しては、婦女子に敗と逃げなき経済の右辺を論ぜしは、紫女、清氏にも立ちまさりて、男魂あると述べ、中心の一義であるとして、女性である実一が経済を論ずることを、いとめづらかなりと評価する。しかし、結局は、松を咎めて、本を思わざるの迷いなりとして、本末転倒の議論であると主張する。馬琴は、領主の窮乏化を社会体制の危機であるとは捉えない。武家と町人、百姓の対立は避けがたいものではなく、むしろ領主による人生によって調和しうるものと、みなしており、民が富むことは、領主が富むことに他ならないのだから、物価投機の責任を町人に返そうとする。実一の諸論は間違いであるとする。また、実一の指摘した、知術における、西洋人の優秀性を、馬琴も認めるが、知術に長けて、その年の、長からざるは、近従に近ければなりと述べ、それは、国を治めようと唱え、民に教えるものではないとして、国家の要領は特にあるのみとして、知術ではなく、特攻こそが、政治にとっては、市場の価値を持つという道徳主義に立脚する。このような立場に立って、馬琴は、実一が着目した、君子にして商う政治経済論を否定する。馬琴の大義名分論的な立場からすれば、士農工商の身分秩序は和漢を通じて、普遍の制度であり、ロシアにおいて、大臣が商工業に携わるのは、食料に乏しく貿易に頼らざるを得ない。蝦夷の国だからだとする。そして、実一が唱えるように制度の改変によって、危機を打開するのではなく、あくまでも為政者の特攻と強権によってこそ、理を正し、争いを滅することができると論じ、民衆の政治参加を否認する。実一の孔子批判については、馬琴はほとんど拒否反応に近いものである。読考論では、学ばず問うことなき夫人難度の、経済を上げつらい、政教を侮らば、誰か通りて、本とすらんと述べ、馬琴編の、読考小録では、実一の論を、痛く、孔子をなじり、十章をあざけり、孟子をそしりたりと要約している。そして、政権の教えを上げつらうことなどは、むしろ侮りを国外に招くような行為であり、到底、承服できない旨を記している。馬琴はまた、幼きより、女の本にならんとて、よろずを心がけられしは、第一の誤りなりと述べ、実一が9歳の時女性の手本となろうと決心したことを、そもそもの間違いであると主張し、心の抜け上がりの体験については、皆あだごとにて、一つも当たらず。識者には笑わるべしと述べ、かくてその悟しによりて、50年の日を知らば、これまの悟りなりとして、実一50年の生涯の日を認めれば、それこそ、魔の悟りであると述べた。馬琴は、このように、読考論を締めくくって、添えた手紙には、男を、皆の交わりは、頭の雪を、冬の花と見誤りつつ、人もや咎めんと記し、男女の交流は老年であっても誤解を招く恐れが、ある旨述べた上で、著述の制御に時間を取られること、また、思うところあって、旧友とも疎遠にしていることを付して、実一との交わりは、これを限りとおぼしめされよと絶好の意志を告げている。馬琴は、読考を、初めて一読した時の印象を、紫女、清氏にも立ち勝りて、男魂あると述べ、女性の身で経済を論じるのは、平安時代の紫式部や清少納言に勝って、男魂あると評価したのは、上記の通りである。また、文の柿沢尊大にいて、その節どもの良き、和ろきわと幕か組まれ、夫人には多く得がたき、見識あり。ただ惜しむべきことは、誠の道を知らざりける。富岳不問の心を師としての氏つけたるものなれば、傍らいた、貴子とおかり。はじめより玉子の手を経て、あぐりまで磨かれなば、かの連城の値に劣らぬまでになりぬべき。その玉押しも、玉ぼこの道の国舞みぬることよと思えば、今更に捨てがたき心あり。とも記し、多く得がたき見識があり、磨けば光る玉であると述べながら、誠の道を知らざりけることを惜しんでいる。誠の道とは、教義には、儒教道徳であるが、講義には、真の学問的方法論であると考えられる。連城の値とは、中国の戦国時代の故事における、旗の庄女王が、自領にある15の城と交換に入手しようとした、宝玉のことを指しており、これは、実一に対する、極めて高い評価と言える。しかし、馬琴は、読考論を、教訓を旨として書いたと述べており、実一に対しては、当時の知識人の常識とも言うべき、学問の王道、ものの考え方の筋道を教えようとしたのであって、実一を対等の論争相手とみなしていない。また、文の柿沢尊大とあるように、自分宛ての気安依頼の手紙の書き出しや、元織宣長や鴨の間淵に、さほど敬意を払わずに、文章の表紙の速さ遅さを論じたり、儒教道徳について、歯に衣着せぬ批判を展開している点に、尊大さを感じていたようで、高慢の花をひしぎしにぞとも記している。実一の女によれば、文政3年春、読考論を送った、馬琴のもとに、実一と萩にの手紙が寄せられた。萩にの手紙は、怒りの滲むものであったが、実一からの手紙は、恩糸まなき冬の日に、文屋どもの攻め立てまつる春の儲けの技をすらよそにして、こう長々しきことを綴りて、教え導きたまわせし、お心のほど現れて、限りもない幸せにこそはべれ。なお長き世に、この恵みを返し立てまつるべしという低調なものであった。馬琴が、読考の出版は、難しいかもしれないが写本による方法があると、実一宛ての手紙に記したとき、読考の写本を心ある人に見せれば、10人に3人はそれを書写するであろうと述べている。実際、馬琴自身も読考を書き写した上で、読考論を表している。そして、読考論の数年後の文政8年10月1日に、実一の女を発表しているが、それは、実一の亡くなった約半年後のことであった。実一の女の中では、自らの読考論について、人に信をもてするに、怒りを恐れて、いさめざらぬは、交友の義にあらずと弁明している。馬琴が、実一の死を知ったのは、翌文政9年のことであった。松島へ行く知人に頼んで消息を尋ねたが、亡くなった後であった。馬琴はこれを嘆いて、九段の老女は、鑑賞いよいよ甚だしく、ついに読みに赴きしという。よ初めてその譜を聞きて短足に絶えず、記憶のためここに記すという一文を残している。この後馬琴は、天保3年頃には、実一の奥州話や磯津太比に奥書きを記し、天保13年には、自らの代表作となった、南宋里見八犬伝九州の海外天伝筆にも実一の名と、読稿など彼女の著作を紹介する文を掲載している。かつては、その博学と卓越した文章力によって徹底した批判を加えた読稿であったが、馬琴の胸中には長く、読稿とその筆者、ただの実一のことは残り続けたのである。読稿については、実一が馬琴に送った本そのものは残っていない。また、漢本の形では残っておらず、異なる3本が現存している。一つは、読稿、小録3巻で、これは、嘉永年間に、文政2年11月4日奥書きの木村氏、所蔵写本を転写したものだという書き入れがある。木村氏によるものと思われる、婦女の筆にしては、丈夫を残記せしむること書き表せり、尋常の女にはあらずと短筆との書き込みがあり、また、原本の誤字、かな間違いを訂正した上で筆写したという文化2年の断り書きがある。文化2年の断り書きは、馬琴のものと考えられるので、もともとは馬琴が著者したものの流れを汲むものと考えられる。現在、一般に、読稿として紹介されるのは、この、読稿小録を元にしている。2本目は、忠野家久蔵の自筆本、一人考えであるが、大正年間に、観光のため東京に運んでいたものが、関東大震災の際、消失してしまったものである。内容は、読稿小録上巻とほぼ同じであるが、読稿小録にはない、気水詰まることという一文がある。鈴木米子によれば、この実一自筆本は、実一が馬琴に送った、読稿の原型にあたるものである可能性が高い。自筆本は失われてしまったが、中山英子による、初の本格的伝記、忠野実一刊行巻末に本刻が掲載されている。3本目は、実一が、読稿に追加した意図して馬琴との文通が開始された、後に、馬琴に送ったものがあり、これは、読稿追加と呼ばれ、馬琴筆写本が、国立国会図書館に残されている。馬琴の著作物を通じて、実一の名は、古くから知られていたが、実一の著作は、江戸、明治の両時代を通じて刊行されなかったこともあり、明治以降も実一に言及した著作が見られたものの、断片的ないし不正確な言及にとどまり、実一の著作によらないものが多かった。そうした中で、上述の中山英子は、早くから、読稿に注目した一人であり、中山は実一を、女性解放の先駆者と評価している。柴圭子は、1969年、江戸時代の女性の著作を広く賞量して、江戸時代の女たちを刊行した。その中で、柴は、実一を、哲学者であり、思想家であり、社会改良家であるとしている。柴はまた、朝日日本歴史人物辞典、忠野実一公の中で、実一を、体系的な学問をしたわけではないが、国学、儒学、蘭学などの上に、独自の思想を築いていったと記し、読稿については、偏りもあるが、江戸期の女性の手になる、社会批判書であり、女性解放を叫ぶ書として評価できようとしている。1977年に刊行された、人物日本の女性史10江戸期女性の生き方では、杉本園子が、滝沢道と忠野実一の中で、読稿をユニークで大胆な文明批評と評している。また、大口雄次郎は、実一は、両性の肉体の再生を確認することを通じて、最地の面における両性の対等な関係を主張したと指摘している。角玲子は、1998年の江戸女流文学の発見の中で、実一と馬琴のやりとりを、ここで、江戸後期の優れた男女の文学者が、全力でぶつかり合って、火花を散らしたのを見るように思うと述べ、実葛の毒効と馬琴の毒効論を比較している。それによれば、実葛、毒効は、馬琴が指摘するように、不学不問の心を死としたもので、あくまで実葛自身の独創的な議論であり、自問自答しながらたどたどしく考察し、既成の言葉を用いないことから、懐柔な部分も含まれるのに対し、馬琴、毒効論は、儒教的な教養を持つ作家の、堂々とした反論であり、文章は極めて明晰であり、曖昧さも、懐柔さもそこには見られない。としており、馬琴の立場や考えを擁護しながら、もし実葛が儒学を学んでいたら、もっと楽に息がつけたのではないだろうかと問いかける。一方、実葛は誰をも、師とせず、呪物の学を学ばず、全くの一人学びでこの著作を書き上げた。だからこそ、その独創的な初々しい思索の芽が、教養の力によって摘み取られずに残されたとも考えられると考察している。また、肉体の思想という概念を用いて、毒効を評価したのは、鈴木米子であった。角玲子も、生の心の拠り所とする、実葛の発想について、フロイトのリビドーを連想させて、興味深いとしている。経済思想については、戦前すでに、白柳秋子が、水星的婦人の比較観察女流経済論者、工藤綾子、及び、天明の大飢饉と、工藤綾子を表しており、経済論者としての側面が注目されている。関民子は、未熟ではあるものの王権真珠説や、重商主義政策などによって、体制の危機を克服しようという絶対君主制の思考を内包している点を評価している。人を倒して我と万の風潮は、現代の社会経済状況とも無関係ではない。人よかれ、我もよかれという実葛の訴えは、現代にも通底する願いであるとして、新聞のコラムにも掲載された。毒効については、近年、国際的にも関心が寄せられている。2009年12月には、台湾の国立政治大学において、国際シンポジウム、女性、消費、歴史記憶が開かれた際、筑波大学大学院特別研究員の金学厚氏によって、ただの、実葛とも、極低馬琴的儒学とも対異国的ニーチェからも、毒効を与え、毒効論中ニーチェ的最多命令の報告があった。毒効の英訳も2001年になされた。以下の訳書がある。なお、翻訳者のうちのアメリカ合衆国のベチーナ・グラムリック・オカは、2006年にただの実葛の研究所、シンキング・ライク・エーマン、ただのマクズを表している。モン P185 ハット巻 P192 から193巻 P193ABC 巻 P193 から 194ABCDE 極低馬琴実葛のオウナハット ABC 巻 P194 から195ハット巻 P251 から252モン P201 から 202AB 巻 P238 から 239ABC 鈴木海大ただの実葛集、P564。ABC 巻 P200 門 P185 から186、門 P186 から187、ハット AB 巻 P200 から202巻 P202、実葛自身は、我が生い立ちし様を顧みれば、早すぎて、人と連なりがたかりしなりけりと述べ、天地の表紙には早すぎて適合できず、変人と自重することもあったとしている。巻 P202 巻 P204 巻 P204 から205、ハット巻 P205 ハット AB 巻 P205 から206、巻 P207 ハット巻 P206、AB 巻 P208 実際に、当時の仙台藩は、宝暦5年の大飢饉、明和4年の幕府の命による関東諸河川改修、天明4年と翌年の不作、さらに、江戸の藩邸消失などで多額の借金をした。町人学者、山形番頭が経営する大阪の米、取引業者庄屋により、財政赤字は解消するが、その後マス屋の経済的な支配を受けるに至っている。門 P194 から195門 P193ABCDE 巻 P209 巻 P208 から209門 P193 から194 ABC 巻 P212AB 巻 P209 から210 AB 巻 P210 巻 P210 から211巻 P212 から213巻 P213 から214巻 P214 から215、ハット AB 巻 P215 から216、巻 P217 ハット巻 P219 から224日本で、初めて世界一周をした人物として、近年評価されている。巻 P220 から225ハット巻 P225 から226巻 P230 門 P191 から192巻 P231 から 233AB 杉本 P38AB 巻 P225 から226巻 P225 ハット巻 P226AB 巻 P226 から227ハット巻 P227 ハット巻 P227 から228巻 P228 巻 P228 から 229ABC 巻 P229 から 230AB 巻 P235 ハット巻 P235 から237巻 P236 から237ハット巻 P203 巻 P203 から204巻 P206 から207ハット巻 P211、AB 巻 P218 巻 P218 から219、杉本 P37 から38巻 P239 ABCD 門、P203 門、P205 から206、鈴木、海大、忠野実一衆、P563 巻 P247、ハット巻 P247 から248、巻 P253 今日残る、独行小6はその写本と考えられる。ABC 門、P206 巻 P260 門、P203 から204、忠野実一衆でに AB 鈴木、海大、忠野実一衆、P568 巻 P196 から198 AB 鈴木、海大、忠野実一衆、P569AB 巻 P198、ABCD 関橋垣ピアニッシモ5、忠野実一ことバンク杉本 P34、関橋垣ピアニッシモ7。原出典は、大口雄次郎、女性のいる近世、ハット AB 門、P202 門、P204 門 P190 巻 P281。巻 P216 から218朝日新聞、天政人語2009年12月25日国立、政治大学長、とがり計画、大文化とも現代性ハット PMJS メンバーズ、ベチーナ・グラムリック、岡野光2006年5月、ブリルアカデミックパブより出版されている。ISBN 9兆7890億415万2083。ありがとうございます。